キラヨシコは日本の政治家、参議院議員。日本共産党中央委員、常任幹部会委員、青年、学生委員会責任者。同と東京都委員会雇用と就活対策室長。選挙運動等ではキラヨシコの表記も使用する。父は高知県議会議員のキラ富彦。夫は目黒区議会議員の松島雄一郎。 2019年高知県高知市出身。父親は元小学校の教員で高知県議会議員のキラとミヒコ。母親も小学校の教員だった。幼い頃、戦争の絵本を読んでショックを受け、普通の飛行機も怖がるようになった時に日本に憲法9条があること、戦争中にも戦争に反対し続けた政党、日本共産党があることを母に教えられ。 日本共産党を支持しようと心に決めた。高知県立高知おって前高等学校卒業。2004年に早稲田大学第一文学部卒業。東京都豊島区の宝印刷で4年間、企業の社会的責任の報告書作成支援の仕事をした。2009年7月に実施された東京都議会議員選挙に日本共産党公認で豊島区選挙区から立候補。 17,683票を獲得するも、時点で落選。2013年7月に実施された第23回参議院、議員通常選挙に、日本共産党公認で、東京都選挙区から立候補、703,901票を獲得し、3位で当選。日本共産党としては12年ぶりとなる、東京都選挙区での議席獲得となった。 2014年1月、日本共産党第26回大会で準中央委員に選出され、2017年1月の日本共産党第27回大会で中央委員に選出された。2019年7月の第25回参議院議員、通常選挙では、東京都選挙区で70万6532票を獲得して3位で再選した。 2020年1月の第28回党大会第1回、中央委員会総会で幹部会委員に選出され、第1回幹部会で常任幹部会委員に選出された。2015年1月17日に集団的自衛権行使容認反対、戦争できる国にしない、を掲げた国会ヒューマンチェーン、女の平和に、横井嘘の子、天宮かりん、藤原真由美。 坂本洋子、新宿玉らと共に参加している。首都圏半原発連合主催のデモにたびたび参加していることが新聞赤畑上で報じられている。ありがとうございます。